双子クレア学院物語。クレア学院はひどい学校だってみんな噂しているの。無理やりクレア学院に入れられた双子の姉妹パットとイザベル。サリバン家の双子よ、よろしく。学院の何もかもが気に入らない二人は勉強もスポーツも一番になってやろうと誓い合う。しかし思いとは裏腹に校内一の問題児となってしまう二人。ママ、あなたたち口がないの？厳しいロバート先生をはじめ寮母さん、理事長先生、そして個性的なクラスメートたちに囲まれてパットとイザベルは次第に心を開いていく。世界中で広く愛されているエニド・ブライトンの原作をもとに登場人物を生き生きと描いたお茶目な双子クレア学院物語。放送はご覧の時間です。どうぞお楽しみに。タイムボカンシリーズ第2弾、ヤッターマン。犬型ロボットヤッターワンを完成させたガンちゃん、アイちゃん。正義を守るヤッターマンに変身した2人は大金塊の秘密が隠されたドクロストーンを探す悪党ドロンジョ、トンズラー、ボヤッキーのドロンボー一味の前に立ちはだかる。そうだよ、やっておしまい。あらほら先生、変だ。ドロン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 。悪党3人組を追いかけて地球の裏表ひとっ飛び。ヤッターマンはご覧の時間の放送です。お仕置きラメ、お楽しみに。やったやったやった、ヤターワン。宇宙戦艦ヤマト3。ジャパン。西暦2205年、ようやく平和の訪れた地球。しかしガルマン・ガミラス帝国とボラー連邦の戦争の流れ弾が太陽を直撃。太陽の核融合が異常増殖を始め、地球上に生物が生存できるのはあと1年に。新たな乗務員を迎えたヤマトは人類の生き残りをかけ第二の地球を求め三度宇宙に旅立つ。ヤマト発進、ヤマト発進します。しかしヤマトの行く先は二大勢力による戦争の真っ只中だった。 SF アニメの金字塔宇宙戦艦ヤマトのテレビシリーズ第3弾宇宙戦艦ヤマト3はご覧の時間の放送です。どうぞお楽しみに。僕もママも夢中、アニメ&ヒーローアワー。パティとローリーが大活躍、新メイプルタウン物語ファームタウン編。魔法のバトンと笑顔が魅力、魔法使いチャッピー。鏡よ鏡、ぜひご家族でご覧になってください。白雪姫の伝説。万博小僧は健在なり、それいけずっこけ3人組。7年ぶりの続編登場、新ミツバチマーヤの冒険。
この後は大鉄人ワンセブン。皆さん、ここで本日のスペシャルゲストをご紹介します。ゆゆ、やっと遊びに来てくれたね。改めてご紹介しましょう。テレビ好きの不思議な子、ゆゆです。ところでゆゆ、もうすぐでクリスマスだよね。何か予定はあるの？そうなんだ。ゆゆちゃんはファミ焼きのクリスマス特集を楽しみにしているんだって。そんなゆゆちゃんにぴったりなクリスマスのおすすめプログラムをご紹介しましょう。こたつに入ってみかんを食べたらやっぱりあれでしょう、ね、そう、ザ・ドリフターズです。ドリフのクリスマスプレゼント大全集をはじめ、加藤健都市のクリスマススペシャルプレゼント、そして笑ってみちゃおう加藤ちゃん森口のスーパークリスマスを放送します。思いっきり笑ってください。全国のバラエティファンに送るドリフのクリスマス特集第1弾は加藤健都市のクリスマススペシャルプレゼント。加藤健コンビに都市ちゃんをプラス、スーパービッグトリオで送る爆笑コント。第2弾はドリフのクリスマスプレゼント大全集。ドリフターズと聖子ちゃん、明菜ちゃんなどの人気アイドル、そしてプロ野球選手たちが繰り広げる爆笑コントと楽しいトークのオンパレード、超満腹の120分。第3弾は笑ってみちゃおう加藤ちゃん森口のスーパークリスマス。加藤ちゃん森口博子を中心にコント、モノマネなど大連発。ドリフのクリスマス特集、どうぞお楽しみに。ねえギュ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 はサンタさんって信じてる？もうギュギュったらこう見えて結構大人なのね。なんかいろんなことしちゃってるみたい。ナッキーはね、今年もサンタさんが来るって信じてるよ。まあ、私はこう見えてもまだ子供だから。気をつけ。失礼ね。でもこんなサンタさんだったら嫌だな。ね。友坂理恵さん主演、サンタが殺しにやってきた。そして第2弾、サンタが殺しにやってきた2、こちらも本格サスペンスです。お見逃しなく。ファミリー劇場クリスマスドラマスペシャル。この人は本当のサンタさんなんかじゃないわよ。ほら、見つかった。友坂理恵主演でお送りするサスペンスドラマ、サンタが殺しにやってきた。サンタクロースなんて、高島玲子、足立由美共演、クリスマススリラー第2弾サンタが殺しにやってきた2。どうギュギュ、クリスマス特集面白そうでしょう。ギュ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 。じゃあナッキーもクリスマスはギュギュと一緒にファミ劇を見よっかな。ギュギュギュ。オッケーオッケー。よーし、じゃあ決定。じゃあその時にギュギュ、ファミリー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 劇場って歌って。キュキュキュン、キュン、やったー。笑いあり、アニメあり、そしてサスペンスもご用意しました。ファミリー劇場のクリスマス特集で聖なる夜をお過ごしくださいね。キュン、おいしさ探検隊、司会の宮内彩子です。今回のゲストはこちら。ところで牛さん、わさビーフは今年で15周年を迎えるそうですね。うんうん、おー、なるほど。それを記念して姉妹品のマヨビーフとともにわさビーフがさらに美味しくリニューアルするんですね。その上新しくトマビーフまで加わるんですか？塩味のポテトチップスが多い中、美味しくて安全なビーフを使って新しい味の世界を追求してるってことですね。そこで今回はわさビーフ、マヨビーフ、トマビーフをセットにして30名様にプレゼントしちゃいます。ご希望の方は必要事項を明記の上、ご覧の宛先までお送りください。この情報はファミリー劇場のホームページでもご覧になれます。お待ちしています。やっぱり1年の締めといえば怪獣ですよね。そこで皆
さんニュースですよ。12月は新世紀怪獣大進撃と題して、平成ガメラの第1弾ガメラ大怪獣空中決戦ほかご覧の超豪華ラインナップを特集放送します。どれも面白そうだよね。そして今回のファミリー探検隊のゲストは、この冬話題の映画ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃を監督された金子俊介さんをゲストにお迎えします。金子さんは平成ガメラの監督でもあるんです。史上最強の2大怪獣を料理した世界でただ一人の監督さんから、どんなお話が聞けるのか楽しみですよね。あ、そういえばギュ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 もやっぱり怪獣なの？ギュ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 、まあ待ってギュギュ、怒んないで怒んないで。世界中が待ち焦がれたゴジラ映画最新作、いよいよ12月15日から大公開。そこでファミリー劇場が送ります新世紀怪獣大進撃。金子俊介の怪獣映画初監督作品、ガメラ大怪獣空中決戦。マッハ文明主演、見どころ満載、宇宙怪獣ガメラ。傑作怪獣パニックムービー、大怪獣東京に現る。最強の機動兵器が東京で暴れ回る SF バイオレンス D。 ビデオジャーナリスト集団がミステリーに挑む SF アクション、ビジュアルバンディッツ。さらにお正月には金子監督によるガメラ第2弾、ガメラ2レディオン襲来。そしてヤマトタケルなど傑作怪獣映画が目白押し。新世紀怪獣大進撃、お楽しみに。少女たちと不思議なペットが電脳都市秋葉原に迫る陰謀に立ち向かう。これで5人揃って